皆さんこんにちは、ゆうたろうジュニアです。さあ今日はこちら、じゃじゃーん、ジュニアくんに荷物が届きました。熊本県の P さんから、荷物届きました。山口県の、ね、古坂公園にも来ていただいたんですけど、うわーすごいいっぱい入ってる。見てください、ジュニアくん。じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃーん。あの T 様からお手紙いただきましたので紹介させてもらいますね。はい、ジュニア君&純平さんへ。ジュニア君&純平さん、朝晩はめっきり寒くなりましたが、体調お変わりありませんか？山口での公演の時タッチをしてくれてありがとうそうなんです、あの山口の45周年公演の時に、あの公演中ですよ、公演中に下手のね一番前にいたんですけど、ジュニー君がね下手に行った時に膝の上にね手を置いてタッチしてたんですね覚えてる？あ、そう、突然のことで驚きましたがとても嬉しかったです。よかったね、喜んでくれてるよ。今日はジュニア君に洋服を送ります。長袖や長ズボンがありますので着やすいようにお直ししてください。また阿蘇で会えることを楽しみにしております。 T 様より。嬉しいね、ジュニア君。さあ、それじゃあ早速いただいたお洋服ファッションショーしてみますか。それではファッションショー開演でーす。ジュニア君、まずはこちらピンクの T シャツ、かわいい、似合うね。すごいです、かっこいい。黒のズボンによく合いますね。じゃあ続いては、でこちらジュニア君、じゃん、これ着てみましょう。お、ジュニア君黒と黒も似合ってますね。じゃじゃん、あ、長袖でもいいから着てみるか。いましょう。それ続いてこちら、なかなか可愛いですね、ジュニア君。なかなかボーダーに合ってますよね。あ、長袖ちょっとお腹のところはちょうどいいですけど、手がやっぱり隠れちゃいますね。ちょっと半袖にしてもしかしたら着させてもらいます。続いてじゃーん、スポーティーなお洋服いただいてます。これです。あ、じゃーん、ちょっとメッシュ生地になってね、夏にいいですねこれね、ジュニア君。こいよ。続いてはこちら、じゃじゃーん、コンバース。さあどうでしょう、似合うでしょうかね。じゃじゃーん、お、なかなかおしゃれでいいじゃないですか、ジュニア君。お、これも着させてもらいましょうね。ちょっと厚手なので冬がいいかなね。じゃあジュニア君、続いてこちら行ってみましょう。じゃじゃーん、緑とね紫の、これもトレーナーですかね。着てみましょうか。なかなか似合ってんじゃないですか。なんかおしゃれでかっこいいね。よし、じゃあ今日はもう一個ありますよ。じゃん、プラレールのトレーナー。あ、ジュニア君、新幹線なんかかわいいね。遠目から見たらセーターみたい。これもちょっと厚手なので冬に着させてもらいましょう。熊本県の P 様、本当ありがとうございました。たくさんのねお洋服、ズボン、すっごい助かります。ジュニア君も直して着ていきたいと思います。それではジュニア君のファッションショーでした。バイバイ。